はいどうもアノチです。よろしくお願いします。ペナント巨人編やっていきましょう。難易度変わらずです。こちらを見てください。驚異の切れ味覚えましたよ。なんかすごくねいいもの覚えてくわ巨人編。よし早速やっていきましょう。今回はちょっと取りだめです。取りだめです。はい、順位がだいぶ広島に迫ってきてます。 4.5 だよ。もうすぐそこで、今回ねソフトバンクということで、必ず勝ちます。強敵ですからね。菅野選手いきます。宇後選手連れてきました。あと五十嵐選手連れてきました。驚異の切れ味、まさかの絶不調というねいやまさかの絶不調だよ切れ味。さあ今日はどうしましょうか。鈴木貴弘選手が絶不調になったんで、藤村選手上げてきました。今日はねアンダーソン君を使いたいんですよ。アンダーソン君を使いたい日ですね。アンダーソン君の方がいいのかな。守備はレフトやるかい。アンダーソン君やろう。今日片岡選手スタメンいきましょうか。いきましょうか。いやクルーズ選手いきましょう。さあどうするべかな。いろいろ考えようぜ、いろいろ考えようぜ、いろいろできるぜ。9番クルーズ選手。7番。こんな感じで7番長野選手でいきましょうか。こんな感じでいきたいと思います。問題ないね。これでいきます。よっしゃ勝つぞ。菅野選手はね、登板の、調整というかちょっとずらしました。ソフトバンクの初戦、ソフトバンク戦初戦に当てようと思ってねずらしました。なんとか結果を残したのです。ホークスの先発は右の東村。俺ごめん、これ録画できてんのかな。録画できてるよこれ。ちょっとすごく不安だよ。録画の点灯のマークがついてないんだよね。タイム、ちょっと待ってください。マグロ、はい大丈夫でした。録画できてました。じゃあ行きます。プレイボール。投げた、打った、セカンドゴロ正面。頑張りましょう。今回取りだめなんで、動画の最後のに読むコメントが若干ない感じになるのかな。申し訳ないです。次は5球目。いけ、入れ、入っちゃえ、入っちゃえ、入っちゃえ、入って、入った。打ったぞ、打ったぞ、松本選手打ったぞホームラン。コメント来てたべ、来てたべ。打ったぞ。打ったぞ。どうよ、どうよ。打ったぞ。打ちましたよ。いや素晴らしいじゃない。俺もびっくりしたよびっくりしたよ。バッターは3番村田。いやいいですね、素晴らしいですよこれは。投げましたすごい、やっぱり違うね違うね。長打力のある選手のホームラン違うね。なんかあれだな、阪神戦だっけこの企画の、その時を思い出す感じですな。行こう、三者連続。投げました、インコース。どう、いやいやいや大丈夫、切れる切れる切れる。指示はハマってっから、指示はハマってっから。ナイバッチ、ナイバッチ、ナイバッチ。別に何も文句ないよ、ヒット打ったんだもん。ナイバッチだよ。アンダーソン君。第3球はアンダーソン君。いやこういう展開になるとね、ホームランを狙いに行きたくなるんですけども、ここはちゃんと我慢して、何とか読み切りますよ。
待ってとかやってみようか。さあ5球目高速シンカー見逃し三振。まあ今どっちにしても俺待てと流しで迷ったからね。どっちにしろだって。ジャイアンツまず1回の裏2点を追いかけますホークスの攻撃。トップバッターさあストライクエース、ノリノリ状態だよ。投げました。まあせっかくねあの驚異の切れ味覚え、足速い驚異の切れ味覚えたから投げさせたいっていうのもあるけど、インコース低め今日は完投目指します。低めいっぱいに決まった。菅上々の立ち上がり。2回の表これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターフルスイング第4球を塁出ろ。投げました。よし素晴らしい。これで小林誠司選手送りバントさせます。ちょうどツーベース。一応1番バッター扱いで7番に行ったから2番バッターでここで送ると。さあ集中してこの対戦に挑みます。第9投げた初球送ってきました。ボールを取る一塁いいでしょう。本田取ってアウト。ここでクルーズ選手です。ジャイアンツなおもチャンスが続いています。三振。大丈夫大丈夫大丈夫。バッターはトップに帰って坂本最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。よしあ大丈夫か。うわ惜しい。3塁ランナー2回の裏2点を追いかけ今日の打順やりやすいな。トップバッターは内川。そっか第5球 DH 制だからやりやすく感じるのか。そっか ピッチャーのあれを考えなくていいんだもんな。アウト。これでワンアウトランナーはありません。バッターは指名打者長谷川投げた打ちました。よし村田落下点に入った取りました。これでツーアウトランナーありません。バッターは6番松田。うん、しゃあない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 。バッターランナー一塁兼バスケット二塁へ。松田ツーベースヒット。必ず勝つ。右バッターボックスは7番江川。第3球を投げた。オッケー。サードの頭上。サード落下点に入りました。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。セカンドランナー残塁。2回。ジャイアンツこの回は上位打線から始まります。待て。先頭バッターは松本。はまらん。投げたインコースいっぱい見逃し三振。いっちゃっていいんじゃない。投げました。よしいったー一直線入った入ったホームラン。すごい飛ぶね。ソロホームラン。村田はこれで2打席連続のホームラン。ストレートを狙える気づいてました。今チームメイト昨日の動画から俺ホームランでしか点取ってないからホームランでしか点取ってないからね。だよね。俺今さっき動画撮ったばっかだから前回のは。投げました。打った。今宮ボールを掴んだ。しかもソロホームランのみというね。これでツーアウト。ランナーありません。左バッターボックスは5番アンダーソン。第一打席はファーストフライに倒れています。よしマッチアンダーソン君。これはヒットになります。アンダーソンナイスバッティングです。バッターは DH のギャレット。打ちました。あ、オッケー。抜けた。素晴らしい。ボールは中継。ギャレット、いいバッティングを見せました。これで2打数の1安打。投げました。あー、シャイン。あー、ダメかな。ダメか。3アウトになります。3回の表が。3回の裏。これからここで取れた1点はでかいと思います。細川。投げました。打ちました。フラフラッと上がった。菅野、掴みました。これでワンアウト。ランナーありません。急げ。村田取った。微妙。ああ惜しいね。第4球を投げました。スライダー。いいよ。三振。バッターは2番本田。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。打った打球は三遊間へ。うまいけど。惜しいな。記録はヒットです。さあ試合の行方を左右。やってこい。ここで勝負に出ます。投げた。シュート。よし。ヤフオクドームよりお伝えしています。試合はこれから中盤4回に入ります。必ず勝つ。トップバッターは小林。打ちました。セカンド左横のゴロ。セカンドから一塁送球。これでワンアウト。ここで勝って広島が負けるようなことがあれば本当にもう分かりやすく射程圏内でしょう。打順は1番に帰って坂本。今日
どうしようかな、レベル高いもんシンプルにチョイスしとくか。さあ4球目頑張って空振り三振。最後は空振り。4回の裏3点を追いかけますホークスの攻撃。先頭バッターはあーやばいかな。バッターボックスは内野ゴロ。打った、センターへの打球ピット。まあ内川ナイスバッティングです。バッターは指名打者シングルで済んだと。第1打席はサードフライに倒れています。打ちました坂本、ボールを取る。2塁送球、2塁フォースアウト、オッケー、アウト、ゲッツー。右バッターボックスさっき外角打たれてるよね。今日内角打ったバッターボックス打った1、2塁歓迎。クルーズいいじゃないですか。アウト、スリーアウトチェンジ。4回までが終了。ジャイアンツこの回は2番から。ここで出たいな。とりあえず村田選手にはもうフルスイングするから、フルスイング以外の3つで、センター返し第4球を塁出てほしい。投げた、打ちました、ピッチャー返し、オッケー、抜けた。松本いいバッティングを見せました。これで今日は3打数の2安打。期待してます。ちょっと待って、東山選手ってクイックはクイックマイナスだったらもう表示されてんのか。クイック C 早いね。早急 F、 微妙だね。得点圏にランナーを置きたい気もするんだけど、なんだろう、今日の村田選手だとなんか黙ってた方がいいんじゃないかな。村田選手任せで打たせた方がいい気がするよ。第4球を投げた、アウトロー、惜しい。まあ、そう毎回打てないな。第9、松本走ったキャッチャー、あ、やばい、送球、これまたチアウト、送球なまるめえじゃないかよ。これすげえうまかったぞ。ホークス、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げた、打ちました、松田、ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。5回の裏、3点を追いかけます、ホークスの攻撃。この回のトップバッターは江川、第1打席は内野フライに打ちました、サードの右、一塁送球、アウト、これでワンアウト。頑張ってよ、5回でしょう。でスタミナまだ第1打席は3分の2は残ってるよね。球数は見ないです。スタミナだけを見て決めよう。掴みました。これで2アウト。ランナーありません。バッターは9番今宮。投げました。打った。あ、うまい。ピッチャーから一塁送球。アウト。スリーアウトチェンジ。菅野3人でピ。いい感じですね。東浜降板。右の摂津。リリーフで出てくるんだね。試合は後半6回に入ります。先頭バッターはアンダーソン。低めに来る。投球これから4球目。よし。ストレートのフォアボール。バッターは DH のギャレン。やっぱり1、2塁間何とか抜いて。頑張れ。第4球を投げました。打ちました。セカンド。うわー、最悪だな。セカンドフォースアウト。アウト。ダブルプレイ。バッターは7番。どんまい。なんかいい感じのリズムっぽい雰囲気で来てるけどさ。打ちました。3点差なんだよね。これはファースト。余裕がないんだよね。点差だけ見たらさ、今日のね菅野選手のクオリティがやたらと高くいってくれてるから余裕ある雰囲気だけど、インコース引っ張った、ライト前ヒット、クリーンヒットです。中村ナイスバッティングです。左バッターボックスは本田。次は5球目、打ちました、やっべえか、うまい、急げ、オッケー、ここのゲッツーはでかいでしょ。うまかったですね。左バッターボックスには柳田、ここまで2打席連続三振。投げました、打った、ボールはライナーで左中間、2打席連続三振、そっか。柳田いいバッティングを見せました。走るなら走っていい、内川無視する。3度目のバッターボックス、第5球投げました、打ちました、いや、やられた、一発勝負溜まってたっけ、溜まってない、ボールは中継、向こう使うよね、一発勝負ね、集中使って、低め、一発勝負使うのは勝った。第3球低めボール球打った、素晴らしい
うわー、すごいね。これはでかいよ。集中使ったのも聞いたのかな。ヤフオクドームよりお伝え。試合は終盤7回に入ります。先頭バッターは小林。待て。投球はこれから6球目。見逃し三振。うまい。バッターは9番クルーズ。ここまで2打席連続三振。打った。鈍いゴロ。一塁へ送る。アウト。これで坂本選手がね、なんかちょっと寂しいですね。オッケー。レフトへ持っていった。オッケー、ナバッチ。エンドラン。第4球はランナー走った。三振。 7回の裏、ホークスラッキーセブンの攻撃。トップバッターはあとアウト9つか。ストレート。いやー、厳しい厳しい。投げました。あっと引っ掛けた。フラフラッターだった。取りました。8回まで投げてほしいな。ランナーは1塁変わりません。そうしてくれれば。うわー、コントロール。すごいシュートですね。先ほどヒットを放っている中村。投げた。バットパス。おお。そして今拾い直した。ツーアウトランナー二塁三塁に変わります。さあ6球目。よし。引っ掛けた。ファーストでもう歩かせてもいいと思った。これでスリーアウト。二者残塁。セッツ降板。ジャイアンツこの回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは村田。今日はソロホームラン2本を打ちました。ショート正面。それは森福選手巨人だもんね。これでワンアウト。ランナー全然イメージ湧かないけど、なんか結構活躍しそうな。打った。ライトへ上がった。ライトバックして、インド前。ライト掴みました。これで2アウト。ランナーありません。アンダーソン君代打出しましょうか。これが4度目のバッターボックス。誰いきますか。吉川選手。代打は吉川。第4球を投げた。インハイ。空振り三振。森福三安がうなります。レフトやりたい人、立岡選手。さあここは守備を変えてくるようです。ここを踏ん張れれば。第4球は流し打ち。あー、危ない。ダイレクトでボールを掴んでアウト。このイニングだよね、ほんとこのイニング。打ちました。ボテボテのショートゴロ。急げ。ボールを取る。ショートから一塁送球。よし。これで2アウト。うまいですね。右バッターボックスは4番内川。さあ投球は5球目。投げた。打った。流し打ち。うまい。うまい。フォープレーを見せました。スリーアウトチェンジ。うまい。素晴らしいですよ、阿部さん。最後はバックに助けられました。いよいよ最終回を迎えました。先頭バッターは指名打者ギャレット。今日はここまで3打数1安打1三振。第3球を投げた。高めボール。よし。ピッチャー返し。抜けた。ギャレットナイスバッティングです。これで今日は4打数の2安打。藤村君、藤村選手藤村選手で走るか走らないかってとこなんだよね。問題はそこなんですけども、走りません走りません。ジャイアンツダイソン一二塁間なんとか抜いてもらいます。さあ5球は5球目。パスボール。ラッキー。今拾った。ホークス、ここはバントシフトを敷きます。空振り三振。今日元気のない小林。フルスイング。さあ集中してこの対戦に挑みます。1点欲しい。球を投げました。よし。ボール球落ちねえ。噛みました。これで2アウト。ランナーは2塁変わりません。集中。さあ集中してこの対戦に挑みます。引っ張り。
投球これから5球目。うー、オッケー、帰って帰って走って、よし、オッケー、オッケー、取ったぞ、なんとか取ったぞ。バッターはトップに帰って坂本、今日はここまで4打数1安打1三振、投げました、低めボール球打った、サード正面のゴロ、アウト、スリーアウトチェンジ、取れました。9回の表が終わって4対0ジャイアンツ、なかなかいい1点じゃないですか。なんかある、帰るとなかったっけ、なんもないよね、ないですね。9回の裏4点を追いかけますホークスの攻撃、一発勝負は持ってるから、投げました、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、長谷川いいバッティングを見せました。バッターは6番松田、今日4度目のバッターボックス、いや大丈夫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 、ここで勝負に出ます、投げました、打った、これは強烈、伸びた、伸びていった、はい、長いバッチ、難しくなって菅野選手でいくか沢村選手でいくか、ちょっと菅野選手が疲れ見せてたら変えちゃうわ、熱っ、いいですね、動画が盛り上がりますよ、これはバッターは7番笑顔、これが4度目のバッターボックス、第6球はスライダー、見逃し三振、バッターは第5番足、頑張れ、投球はこれから3球目、打った、よし、オッケー、左中間へのフライですが掴みました、ジャイアンツ勝利目前、ピンチヒッター吉村、ジャイアンツラスト、頑張れ、さあここで勝負に出ました、行ってこい、さあ5球目、いやー、やりました、菅野よくやってくれた、チェ遅れた、いやーよかった、リリーフも休めたしょ、今日のヒーローは見事関東勝利を収めた菅野、本当に今日は大活躍でした、ご覧いただきましたように4対2、今日はちょっとね読むコメントがあれなんですけど、いやーすごかったですよ、松本選手ホームラン素晴らしい、まあ、出るとは思ってなかったですよね。でもあれだよね、この時点では本当にあの阪神陰線を思い出すみたいなこと言ったけど、点の取り合いみたいな流れになるのかなとは思ったな、点のあそこまでいかないにしろ、もうちょっとこうシーソーゲームというか、結果4対2でね、僅差な試合でしたね。いつもこの時間にコメント読んでるから俺はどうしていいかがわからないどうしていいかがわからない、あ、年末年始の話でもしておきましょうか、何も変わらずです、基本的に、毎日7時じゃねえ、ごめんなさい、17時18時5時6時ですね、夕方のに、動画がアップされるのは継続されます、31だろうが1日だろうが2日だろうが何も変わらずアップされます、正月は、まあ、仕事はしてるけど基本暇なんで、はい、動画撮ってます、よし、じゃあ今日ちょっとねコメントがなくてね、ちょっと寂しいですけども、いや、 やりましたよ松本選手、よし 3.5 か、もうちょいだな、頑張ろうね、明日は楽天戦ですね、頑張っていきます、よし、そんじゃ、終わりましょうか、明日また頑張っていきましょう、ちょっとね、コメントをいつも読んでるんですけど読まないんで短めになっちゃうかな、はい、ということで、終わろうと思います、終わります、バイバイ。